卓球の WTT シンガポールスマッシュ女子シングルス決勝で、世界ランク3位の王盤行く、中国、が同4位の王ゲ進む、中国、を4-1で下し優勝した。この試合をめぐり、中国ネット上で、八王朝の文字がトレンドとなる珍事が発生した。写真、王ゲ進むを撃破した平野美宇この試合では、2月の世界選手権団体戦。釜山、女子決勝で日本戦に出場できなかった王盤行くが、出場しながら平野美宇、木下グループ、にストレート負けした王ゲ進むを圧倒。第5ゲームは11-1と大差をつけるなどその差は明らかだった。試合後、ウェイボーのホットワード、トレンド、に、八王朝、の文字が踊った。こんな八王朝試合早く終われ、ああ、八王朝がホットワードに。この忌々しい中国卓球の暗黙の了解、などと疑惑のコメントが並んだ。一方で、王ゲ進むが故意に負けたのではなく、全力を尽くせる状態ではなかったという声も上がった。中国メディア、モーヤスは、これは意図的な八王朝ではなく、王ゲ進むのメンタルが影響している、と指摘。決勝前に、中国代表のリ・ハヤブサ総監督が王ゲ進むについて外国人戦選手に何度も負けていることを理由に、五輪シングルス代表はふさわしくない、と突如落選を通達した。同メディアは、リ・ハヤブサの発表は大打撃となった。王ゲ進むの価値を完全に否定した。モチベーションに大きな影響が出た、と、無気力になっても仕方がないという見方を示した。また、別の記事では、リハヤブサの通告はネット上で衝撃を与えた。確かに卓球国家代表は全体の状況を重視し、総合的に考慮して選手を選ぶことができるが、王ゲ進むが決勝に進出した直後に話してしまっては、どうやって王ゲ進むは耐えたらいいのか、と非難した。なんとも非常な通告だったのは間違いなさそうだ。